当たり前ですが、メディアの違いは大きいんです。初回の頭からメタネタとは相変わらずやりたい放題だな。時空が違えば設定も違う。そう言い張って本編でもなかったことにしてしまえば、ラジオ固有の設定をでっち上げても問題ありません。大抵のことが通ってしまうのが大人の事情なんです。そうな、大人の事情な。というわけで、ラジオ固有の設定ということで、こういう画面越しの会話ではなく対面しての会話劇といきましょう。え、マジで？リアル初対面がこんなところで？具体的にはこの中空モニターをくぐり抜けてワープする機能を追加しました。何その超限定的な機能。というわけで早速そちらに。と、気持ち悪い。画面から人間飛び出してくるのって想像以上に不気味だぞ。せっかくの初顔合わせなのに気持ち悪がられた。あれどうした？固まって。いえ、その微妙に企画が合っていないというか、出っ張りが。南さんの父が引っかかってしまったのか。胸もそうですが、肩とかいろいろ。なぜこんなホラーみたいなことに。むしろ同じ状況になったらギャグだと思うぞ。おのれって戻るのかよ。仕様変更に1ヶ月かかりますって。まあ、しょうがないのでこのままで。メディアの違いとは一体何だったのか。というわけで、ここからは普通に対面でお送りします。杉田智和と後藤優子の引きこもりヒーローラジオ。あふれる2000年代初頭感。皆さんこんにちは、マスカレード役の杉田智和です。そんな冠聞いてない。皆さんこんにちは、南役の後藤優子です。よろしくお願いします。お願いします。ということで始まりました引きこもりヒーローラジオ。ネットラジオ創世記みたいな組み合わせですね、本当に。はい、この番組は作者の二木五輪先生の再始動プロジェクトに、あとクラウドファンディングの支援者の皆様の提供でお送りするそうです。はい、なるほど、新しい作品の出し方、あり方なんだね。そうですそうです、はい、もう最近じゃ前ダウンロードサイトで PC ゲームだって買える時代ですよ。本当ですよ、はい、なんて感想言ったらいいんだろう。いやいや今PC ウェブつったっていろいろあるんだからな。すいません。いいんです。はい。そういうわけでついに始まりました。引きこもりヒーローラジオ記念すべき第1回。楽しみです。はい、とても楽しみです。というわけで、引きこもりヒーローラジオ、スタート！この番組は、二次五輪再始動プロジェクトと、クラファン支援者の皆様の提供でお送りします。で、早速ですが、この引きこもりヒーローという作品についてまずはご紹介します。杉田くん、よろしくお願いします。はい、引きこもりヒーローのあらすじです。時は西暦 2000X 年。細かい年はさておき、とにかく現代です。はい、引きこもること自体が目的な生っ粋の引きこもりである主人公アナグマヒデオは、ある日異世界の神を名乗る存在によってヒーローにされてしまった。日本でただ一人ヒーローマスカレードとなったヒデオは、引きこもりつつも世間を騒がせる怪人を絶望に陥れ続けるのだ。なお、後藤さん演じる南はマスカレード担当のオペレーターです。なるほど、はい、これみんなわかるかな、この説明で。なんかすごいかっこいいものに感じる。すごい矛盾してるんですよね。引きこもりなのにヒーローになって、悪を絶望にって、ね、絶望に陥れ続けるっていうのはなかなかすごい悪みたいなムーブなんですよね。そうだよね。機械だとか破壊だよりですよ ね、 これね。やられてる方がちょっとかわいそうな、まあ、実際そうなんですけどね、まあ、そうですね、中身もね、はいはい、そしてこの作品発売までの経緯も特殊なんです。はい、この小説家になろうで連載されている本作ですが、クラウドファンディングにて書籍化プロジェクトを実施、これが初日に目標を達成しつつ、最終的に800% 超えとい こう意味不明な結果を出した上でですね、はい、広告費用を使って何かやろうと検討した結果、まあ、なぜかこのラジオとオーディオドラマ制作につながりました、はい、つまりこの番組はクラファン支援者の皆様の提供でお送りしておりますという話になります。すごいですね。すごいですね。いや、すごい、それだけ注目が集まってたってことなんですね、うん、それから目標達成額が4000円とか極端に低かったとか、そういうことじゃないですか、うん、違うよね。そんなことはさせないですよね。800% 超えでもちょっとしたもんだよ。800% ってそんないかないですよ。いかないよ。いかないいかない。1000万パワーとか思い出すね。1000万パワーきれいくぞ。どや。
クラウドファンディングって、支援したことあります？ないんです。ある？僕は支援せずに後悔したのが、広尾にある馬肉の専門店のクラファンに参加し損ねて、会員制なんですよ。そうなんだ。だから会員権を持ってる大本 N 部彦くんにね、おい、ノブお前ちょっと予約しろって、わかりましたって言ってしないとダメだったっていうのがね。そうなんだ、はい、なるほどうまいんですよ。ただノブしか予約できないんでそうだね。なんとか彼の機嫌を取るために、あの右の乳首を押すしかないなっていうどういう人間関係なのそう、なんか結構やっぱりやりたいことをやるのにお金を集めるっていう、こういうコンセプトで、あの焼かない焼肉屋さん出したいとか、あの低温調理器みたいなので。あ、なるほどね、そういうことか。ちょっとなんか流行り始めた、ローストビーフとか流行り、流行り始めた時にお店でやりたいっていう支援、それは支援しました僕。なるほど、時々ね、あのこのコロナ禍で近所の気に入ってたお店とかが潰れちゃっていったりしたのね、その時にクラウドファンディングってなんか一言言ってくれたら、なくならないためにやったのにって思ったことはある。ありますあります、やる側もやられる側もちょっとネット強者じゃないと。そうなんですよ、僕 の, あの体操のトレーナーの先生が割とネット強者 で、 そうなんだ。で甘いものをバカみたいに食べるんですね、あのアイスクレープかなんかのお店が、このまま行くと在庫を抱えて処分しなきゃいけないから、もう格安で出しますっていうのに、お店の支援にもなるからっていうので出すのをめっちゃ買ってました、めっちゃ買ってました。いいと思う普通だったらこれだけの値段がねって、なんかバクバクバクって食い始めてる。なんてやつだって、ね、素晴らしい。なんかいやでも素晴らしい、こういう人がいるから支えてんだなって、本当、いいシステムだと思う。はい、はい、そんでですね、クラウドファンディングの経緯をちょっと、経緯を今、ね、説明したわけですけど、830年度になって、でそんな経緯でオーディオドラマ化が、費用が余ったから決まったと。ラジオとオーディオドラマ、はい、そうなんです。その経緯で決まったオーディオドラマが、このオーディオドラマの主人公のマスカレードを演じるのが杉田智和さん。はい、まあ、3で言われるとなんかくすぐったいですね。そうだよね、私も、オペレーターの南みなみを演じるのが私、後藤優子になります。はい、後藤様、はい、出演する他の声優陣も豪華ですね、はい、まず AB マン役森川俊之さん、なんとなく元ネタでもしこの人になったらいいなって人が本当になりましたね。そうだね、設定これ見てさ、だって設定見てこれ森川さんキャスティングされるだろうって思った。そうそう、 しないと逆にその決まった人大変だろうなって。決まった人はこ の、ね、この設定大変だって。どう見てもそうじゃんって言ってよかった、本当に森川さんになってよかった。なってよかった、はい、でアレクサンドラ役はね、友永明さんですね、慣れ親しんだ声ですね、慣れ親しんだ声、声キャップマン役は、黒田高也さんです、はい、今高也さんの真似なんですかそれ。そんな兄貴の真似なんて、そんな昔射程の役でゲーム出てましたけど僕わかる。なんか黒田さんってその親分系だよねもう声が親分系で見た目も親分系じゃん。でもなんかちょっとこの面白い話があって、あの例の代表作が経ってもう十数年経ったんですよ、はい、あの頃、プレステ2で遊んでたキッズたちが、今歌舞伎町で働いてるって。あ、そっか。それとほらもうヒーローじゃないですか、ね、歌舞伎町のヒーローよね顔じゃないですか、ごとく、そうヒーローのごとく、そうそうそう、だってもう真ん中にもうでかい絵がこうボコボンって入ってるんだから、あるんだもん、見守ってるんだもんだね。で本人見ても違和感がないじゃん声優さんって基本的にこの役と本人のイメージが違ったりすることも多いじゃない。あれは合致しすぎてる、もうイコールすぎてもうめっちゃ上手だけど、めっちゃ優しくてお茶目だから、そうそうそう、ついついこう後輩でもからかったりできちゃうんだよ ね坂口さんが急にね、今だったら倒せそうな気がするって言って無理だろいや一回なんか入院かなんかした時あった、今ならチャンスだって、チャンスだじゃねえよって強いイメージがあるから本人も弱音が吐けないっていうのがちょっと面白かった、あーそっか、でもそんなギリギリまで頑張る必要ないんですよって、ないんですよ、で街で普通に挨拶されるからちょっと恥ずかしいって言ってて、歌舞伎町でそうホニャララさんお疲れ様ですって言われちゃうとか、だってヒーローなんだもん。そうだよね、でもそれ一般の人から見たらもうその筋の人じゃね、もう完全にね、もうそういう図だもんね。あ、なるほどなるほどね、ってねえじゃねえよってそんなイメージだな。そうだね、高谷さんに続いて、絶望怪人アンブレイカブルボディ役、水島大地高弘さん。本当は高弘さんね。高弘って読むんだよね。大中さん。でもみんな大中さんって呼んでるから。なんか大きいなんかもうさっとした猫4匹ぐらい飼ってて、あのお風呂の蓋の上がお湯が入ってるとあったかいらしくて、占拠しちゃうらしいんですよ。そうなんだ。で飼い主が風呂入るかって入ったら、あれなんでお前らいんのって言って。ちょっと似てた。で4分の1ぐらいちょっと開けて、飼い主が一番狭く入るっていう。なんかほのぼのエピソードじゃん。
早くなんかあの大中んちっていうタイトルで猫を紹介するブログやってほしいなと思って、うん、そうだね、大中さんがブーメランパンツで猫を紹介するっていう、うん、なんでいやあの一応あの体ファンも見に来てほしいんで、うん、そっか、そうそうそう、あのちょうどいい体、そうそう、体ファンも、はい、ね、ちょうどいいってなんだ、ちょうどいい体ファン、ん次だ次、うん、はい、エセ忍者役が君島哲さんです。はい、はい、うちの子ですね。ああもう見事なまでのアクセル暗式ですね、はい、ありがとうございます。森川さんうまくやったなうまくやったなってなんだいやいやあの番組を制作するのにね、その音響周りだとかそういうのも多分すごい手伝ってるはずなんで、うんうんうん、そういうのができることはいいことです。はい、うん、よし、じゃあ早速、イラストを見ながら登場キャラクターを紹介していこうと思います。はい、紹介します。でですね、なんと、うん、ここ原作者の二次五輪先生からキャラクターへの一言コメントが届いています。はい、はい、紹介していきながら嬉しいね、まあ、書いた人が言うんだから間違いない、間違いないね、な、はい、ではまずはこちらマスカレード、はい、おーうわー、マスカレードのコメント、はい、放尿で敵を倒したりするやべえやつです。もうゴッドウィザー様に何てこと言わすんだ本当にダメよね、ダメね。でも本当に五輪先生一言コメントって一言なんだね、すごいシンプルで、まあ、そこを選ぶんだ、まあ、古くからね、あの、うん、まあ、しょんべんで敵を倒すヒーローはいたんでね。いないよ、 いる自動車で変身すぐ泣くマンっていうのがあって、うんうんうん、いじめられっ子が最後こう、はい、僕は変わるんだって言って、があの2人の方を向いたままだったって言って放尿で倒しました最後。そうなんだ、うん、え、それ自動書なんだ。自動書です。はい、子供の教育それでまあ、うん、いいか、いじめられ続けるぐらいだったらそれぐらいの体力で、最後主人公の子はそれでちょっと目覚めちゃって、もう自動書じゃない、でも目覚めたら自動書じゃないっていうね、強い自分に目覚めて ね、うん、まあ、そこからの後のことはまあ語られてないんで、そうだね、想像の域を出してない。彼がその後どんな人間になっていったのかね。マスカレードこれ見た目引きこもりとは思えないもんな。そうだね、まあ、でもヒーローになったことによってこの強靭なボディを手に入れたのかなって、全部変わってるはずなの、うん、そのアナグマヒデオくんっていう主人公が変身で、もう顔もこれ実際白人さんなんだよね、きっと外国人風の外国人風の濃いイケメンになってんのよ。その人が超マスクつけて、はいはい、全身銀色のタイツをつけたマッチョメンということで、随分変わるんだなね。え、アナグマヒデオくんの絵がないのかな。アナグマヒデオ時代の絵ってないんですかね。ヒデオ謎なんだ、うん、引きこもってるから見られないのかな、うん、人から。これ原作の本の表紙の裏だったらと思ったら全然違うでした、うん、いいね、いいみなみちゃんがいるこうじゃなきゃな、うん、こうじゃなきゃな、そう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 、うん、でもほらこの表紙見て、はい、かっこいいです、はいね、これ妹なんだ。どれ妹。アスカ、アスカちゃん妹かわいい、ね、全然違う、そうなんだね。じゃあヒデオ自体もそんなに元からそんなに離れていないのか。そんなことはなかろう。この手の写真の妹が本当に血が繋がっているのかってぐらい似てないもんだ血が繋がってない設定はもうゲームとかに多いからね。そうそうそう、すぐね、うん、担当編集がね、あの、何や先生、ライトノーベルに足りないものがまだあるじゃないですか、うん、妹です、妹ですってね、義理の妹です、ね、すごいな、ね、メイドだったらね、だって名前呼ばなくてもご主人様っていらっしゃいいし、そうだ、ね、妹だったらお兄ちゃんって言えばいいんで、そう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 、万能万能、うん、もうそういうもうスタッフ事情分かってるね。これだけ長くやってくるとポイントをなかなかどうしてですね、うん、必要なものが分かってくるんだよね。考えるときになんか真面目な会議とかでもそういう話が出るんですよ、やっぱりね、やっぱ出るんだろうね。出ますよ、うん、メイドは欲しいよねとか出るんだろうね。そうそうそう、きっと、うん、えなんでですかって一番聞いちゃいけないの。そうそうそう、なんでって聞いちゃダメなの、うん、理由なんかないよ。メイドが欲しいからメイドを出すんだじゃあそれを叶えるためにどうしましょうかっていう言い方をする、うん、なせざるを得ないっていう、うん、覇王昇降権を使わざるを得ない状況があるんだから。なるほどメイドを出すためにこいつ金持ちにしましょうかみたいな。でしたらっていう、うん、メイドにもいろんなタイプがいますがどうしましょうっていう、やっぱたくさん揃えるために、うん、こいつも金持ちにしましょうか。そうそうそう、望んでそのやってるのか、うん、連れてこられたのか、うん、拾われて育ってメイドしかやれなかったのがどれなんですかとか。そうだよね、うん、で設定の、まあ、なんでこんな真面目な話してんだ、うん、本当だよ。あの次南に行きたい。しょんべんの話から随分飛んだな。そうだよ、はい、はい、じゃあ南、はい、また言った、はい、続いて南を紹介します、はい、コメント、放っておくとサイバーテロをし始めるやべえやつです。ひどい、サイバーテロ、うん、サイバーテロ、すごくナチュラルに、うん、こう本物思考だから、うん、
やばいところばっかに行って壊しちゃうんだよね。うん、あんま罪悪感とかないですよ、ね、罪悪感ないの、明るくやっちゃってるんだよね、うん、でもすごい才能があるから、うん、ね、それでいてハッカーにありがちな自己顕示欲はないと、だからあんま認識されてなかったけど、うん、なんか誰かが失敗したんだよね、失敗して逃亡せざるを得なくなって、うん、でなぜかマスカレードのオペレーターにっていう、はい、この組織に来ましたよ。あとこれマスカレードと出会っただけじゃなくて、もう南若干恋心芽生えてるよね。そんな感覚あるんですかこの子に。若干ある、だってドラマの時は多少なりそれを意識して、うん、そうだったんですね。そうだったんですね。そういう設定なんですよ一応。でも恋愛弱者なの。なるほど、裁判には強いけど大人が自分のことに関してはあんまり分かってないんですね、うん、そう、マスカレードだって恋愛弱者のはずなのに、うん、さらに弱いからこの二人全然進展しない。なるほどな、うん、これなんかきっかけがありますよね、なんか、うん、催眠とかすればいいんですかね。なんで不穏なのきっかけが。基本なんか全部、うん、あの発想が2000年代初頭の PC ゲームの感覚なんで、うんうん、この後誰が洗脳されるんだろうとか偏り強い、うん、そうね。あ、でも次もっとやばいやつ紹介しなきゃいけない。来た AB マン。 AB マン、はい、これ先生のコメント。怪人を実験台にするひどいやつです。獲物は地の果てまでも追いかけて爆破します。なんてやつや、うん、なんてやつだ。しかもこの爆破がまたただの爆破じゃないからね。はい、まあ、それは、ね、あの皆さん知ってる方は知ってると思います。知ってる方は知ってると思う。大変だなこれ、ね、AB マンが何の略かっていうのをきっと知ってる人は知ってるんでしょうね。もう知ってる、うん、これは大変、見た目かっこいいのに、うんうん、本編ではあまり出番がないのに人気キャラっていうのも多い。そう、うん、でもなんか人気になるの分かる気がする、うん、この人。そうね、すごいな、この肩のところがこうやってバキャって開いて、うんうん、すごいビーム出ないかなってそれじゃねえだろ。すごいビームは出ないけど、すごいビーズ的なものは出ます。そうね、ちょっと字が違う何かが出るからね。出るからね。ビームじゃなくてビーズが出るからね。おい、待て。もうコメントしづらい。このラジオでコメント一番しづらいキャラ。うん。でも私、そう、森川さんが演じてて、はい、森川さんと収録の時入れ違いになったからね。はい、その。AB マンって毎回言おうとするんだけど最初にあって言っちゃうのね。おっとっと。あ、AB マンですよねって言って。AB マン。危ない。いきなりな、気がついたらもう周りナバーム爆発してる恐れがあるよこれ。大変だな。大変だ。次。はい、次。次。かわいいぞ、アレクサンドラ。わあ。かわいい。なんかこう。安心感があるな、ね、これでだって、うん、あの友永さんの声でしょ。そう安心感があるな、うん、なんだろうな、20年前の僕、20年後も安心だぞ。何がだお世話になりましたってたくさん、うし先生のコメントいきます、はい、今のとこ全カットされるかもしれないなんでやねん。茜は何言っても許してくれる。いや、優しいからね。優しいからね、本当。先生のコメントはね、自らの意思で女体化した元ロシア人男性。いや、モリモリだな。本当だな。設定がもう樽を見ると発狂します。うん、なぜ樽をね。なるほどな。うん。まあその樽を見ると発狂するっていうのが、こう自らを、うん、この可愛らしい女の子に女体化させたってことにもつながるんだけどね。うんはいはい、うん、で、そっか、日本のサブカルチャーに触れたことで重度のオタク化。そう、ある日久しぶりに初恋を抱いていた幼馴染と再会し、その変わり果てた姿に絶望する。やっぱ三次元クソだわ、まさかあんな樽になるなんて。アレクサンドル、そうなんだ、もともと男じゃないですか。そうだね、うん、でもそんなロシア人っぽい感じなんだ、うんね、そうね。あ、で深い悲しみのもと、こう、うんうん、現在の見た目に、うん、そう大変なの、自らを美少女に改造してしまった。もう血迷ってるよね、うん、やったことはとんでもねえな、うん、これもう最後のもうこの精神性は男性のつもりだが、うん、日々 G 行為にふけりすぎて徐々に侵食され始めているなんてこと言わせるんだ。なんて盛り込んだ設定なんだ。お父様になんてこと言わせるんや本当に。言った後にちょっとなんか軽く反応するのやめてください。すいません、面白すぎるから本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いては誰だ。あ、ダメだこれ。ダメだ、もうダメなやつが続くな。あ、ダメだこれ。あ、でもその前にこうキャップマン。そう、キャップマンは、ね、これダメです。これ、うん、これちょっとダメな子です、はい、色なんとかなんなかったのかなこれねえ、うん、先生のコメント、
アメリカ最大派閥の頼れるリーダーでもボトルキャップです。はい、もうこれもう何も言えないわ、これ、うん、もうこれもうあれじゃん、うん、あの人じゃん、うん、あでも説明に書いてあるからいいのかな、うん、キャプテンアメリカに憧れてボトルキャップにされてしまったエリートビジネスマン。ちょっとずれちゃったかな。そうやな、ちょっとのミス大きいなこれ。でもあだ名はキャップ。キャップどっちなのかな、うん、キャップかな、うん、かな。アメリカ合衆国東海岸同盟というヒーローの最大手グループのリーダーです。あ、じゃあ似たようなやつがいるわけだ、うん、いるわけだ。キャップマンとか、キャップマンとか、アンアンマンとかそういうのがいるわけだ、うん、アンアンマンって言ってみたら出るかもしれないよね。アンアンマンはあれじゃないですか、あの餃子のチェーン店によくいるやつじゃないですか。なあの焼肉屋のチェーン店によくあるやつじゃないですか、うん、いいかも。つるさま何が頭よぎったんですか。私アメリカンヒーローがよぎりましただけで。おや次だ次、次だ次、でっかいとこに喧嘩売らないでおこう。次次次、はい、次、あもう本当にダメなやつ来たぞ。うん、こちら、あアンブレイカブルボディ、絶望怪人アンブレイカブルボディ、これ先生からのコメント、はい、AB マンの宿命のライバル、オーディオドラマの中では最もひどい目に遭います。あ、うん、まあ戦闘員とかそういう枠だなこれな。ね、まあ、それがあのチュートリアルの敵みたいな感じですよ。でもね、やられ方がもう、でもオーディオドラマの中で言ったらいわば主役だったよね。まあそうです、実質そうですね。うん。うん。大中ファンは聞くべきだよこれ。そうだ。うん。あんなにひどいことされるとこ見たことない。そう。まあ大中さんの体ファンもね、ぜひちょっと注目してもらえると。ぜひ。はい。うん、続いてエセ忍者。これダメだねこれ。ダメだねもう、先生のコメント。アメリカンな忍者好き、日本語は片言くらい、エセの正しい意味は未だ知らない。あ大変だなこれ、うんうん、あ顔を隠しているが白人であることは隠せていない、うん、はい、エセ忍者だからね、うん、それなりに活躍はしてるんだな、うん、知名度は高いって書いてある、うん、知名度は高い。あと技も、なんなら技名は一番叫ぶよ、うんうん、その技名と技自体があんまこうリンクしてないだけで忍者っぽいこと言いたいんだろうなっていうアメリカ人っぽい。 なんであんな異常に忍者好きなんだろうな。なんでだろうね、あっちの人たちは、うん、なんかこう ヒーローアクションみたいなものに通ずるものがあるんだろうな。うんだろうね。だって某雲男の、うんうん、雲男ね、日本版のやつも、うん、あの巨大ロボットが出てくるん で、はい、で原作者が長らく、うん、あのあれに対してコメントしてなかったのは、うん、嫌なんじゃないのかなと思ったら、そんなことはないと、はい、うん、ジャパニーズ歌舞伎アクションは最高だと、うん、歌舞伎アクション、歌舞伎アクション最高だ、ただあのロボはちょっと最初分かんなかったけど、うん、嫌いじゃないって、うん、原作漫画出てきたもんだって。そうか、うん、分かんなかったけど嫌いじゃない、うん、なんかよく分かんないけど、うん、よしってなったみたいで、うん、あそしたら出てきた出てきたって言って、ね、うん、いいね、アメリカ人のそういうなんかこう、うん、そう寛大なところがね、そう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 、作者の、うん、いいと思います。このコメントともどもこう五輪先生こんな丁寧に一キャラずつくれたね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。では次のコーナーに参りましょう。ふつおたのコーナー。早速たくさんのお便りが届いていますよ。ありがとうございます。素晴らしいね。よし、じゃあ早速見てみましょう、うん、じゃあまずこちら、ラジオネーム大将さんからいただきました。はい、ありがとうございます。杉田さん、後藤さん、こんばんは。はい、こんばんは。お二人がこの作品を初めて読んだ時の印象を一言で言うとどうですか。うん、一言、一言、時代をよく反映しているだと思います、うん、はい、なるほど、うん、いい意味でですよ、いい意味でやばい、はい、あまあね、ね、普通だったらその、まあ、自主規制じゃないですけど、うん、ここまではやりすぎなんじゃないかとか、うん、モザイクをかけた方がっていうのはないまんま割と載せられちゃうんで、この権力者たちに怒られるんじゃないかみたいなね、うん、そんなスレスレとか考えずにもう突き抜けていってるなって、うん、だと思います。思います。それがまあインディーズサイト元々のね、うん、まあ、ならではかな、その自由感がいいね、はい、うん、これも要時代に反映されてます、はい、インターネットで小説が読めるんですもんね。ちょっと度肝抜かれましたよ。次だ、次次いきます。
ラジオネーム普天さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、これからどんどん肌寒くなってきますが、家に引きこもって温まりたい時におすすめの料理はありますか。はい、液体状になってる生姜汁っていうのがあるんですけど、塊じゃなくて、はいはい、何にでも味噌汁だろうが、うん、紅茶だろうが、うん、全部に生姜汁を足すことです。おお、なんか体にも良さげ。はい、私さっき実はこのスタジオに一瞬だけ AB マンがいたんですけど、ああ、来てましたね。そう、AB マンに聞いたら、うん、あ、カップラーメンだねって言ってあ、結構男子高校生みたいなもの食べるんだなって。すごいな、うん。でも日によってちょっとあっさりしたい時にはさらっとしたもので、はいはい、あのお腹空いてる時にはやっぱ濃厚でコクととろみがあるものを選ぶなっていうそう、商品名言えないんだけど、はい、でも私もあカップラーメンいいなって思った。なんかエビマンが話してると全部ケツの話に聞こえますよね。ちょっとやめて、やめてあげてうちのエビマンなんか全部違うものに聞こえるのはなぜなんだろうあ、次だ、次、役の影響です。続きまして、ラジオネーム天田根さんからいただきました。ありがとうございます。杉田さん、ゴトゥーザ様、こんにちは、はいはい、まさかこんなに豪華な方々で引きこもりヒーローのオーディオドラマを聞けるなんて感動です。しかもラジオまで、はい、まるで息子が交際相手としてレディーガガを連れてきたみたいな気持ちです。まあそもそも結婚してないんですがでは質問です。思い切り怪しいな。本当だな。杉田さんはある日突然銀タイツマッチョになったらどうしますか。銀タイツマッチョになってやりたいこととかありますか。後藤さんはハッキングして何かしてみたいことありますか。あ、同じようなヒーローになったらってことか。うん、銀タイツマッチョですよ。多分あの実家の畑と田んぼ多分すごいマッチョになれば疲れないだろうなって。そうか。いやもう必死に手伝うことからもう最近逃げてるんで、うん、まあ、実際機能してないんですけど今何も作ってないんで、うんうんうん、でもそれはそれで荒れ果てた大地になってしまうんで。なるほど。これどうすんだよこれからっていうねそれは銀タイツいる、銀タイツいる、うんうん、そこに使うべきだよ。ヒーロー助けてくれよって、うん、ヒーロー助けてくれよ、この田舎をよ、うちの田畑をなんとかしてくれって言って。現実的な問題でした。すいません、本当現実的です。あ、じゃあ多分現実的だと、まあ、ハッキングして、うん、出たいアニメの程よい8番目とかのキャラに全部自分入れとくから。なんでだよ上の方だとちょっとごまかし効かなくなるいや、ごまかせないですよ普通にさらっとそういうのができたらいいなって思います、はい、続いてラジオネームうさうささんからです。はい、引きこもりヒーロー発売並びにオーディオドラマ化おめでとうございます、はい、書籍最終ページの緊急告知を見た瞬間リアルでハッと声が出ました。人間すぐに理解できない情報を前にするとフリーズするんですね。一つ賢くなりました、はい、質問なのですが、すでに収録は終えているとのことでしたので、ぜひお二人が演じられたマスカレートとミナミの印象をそれぞれ教えてください、うん、どうでした印象。印象、まあ役以上にあの撮ってるスタジオが、うんうん、あの某ヒーローのお膝元だったんで、そうだった、うん、いいのかなここで引きこもりヒーロー撮ってって、ね、そう、本当に何だろう 3D でヒーローを撮ってる人たちがいるスタジオだったじゃない、うんうん、私たち音声だけでそのスタジオ行ったけど、うん、テンションでも上がったのかな、ヒーロー感がじゃないかなって、うんうん、ちょっと前まで本当に撮ってたとこだから、うん、そうだった、うん、ヒーローたちのなんか残り があったよ、うん、そういうのがありましたね。広いスタジオで2人してずいぶん離れた位置にね立ってね、まあ、背中向けながら共演したんですよ、うん、とはいえまあ、 あの一緒に撮れてよかったですよ、うん、よかった。南のテンションが分かんないとそれに合わせると結構大変だったんで、うん、こんなすんごいテンションでめっちゃしゃべらせて、ゴトゥーザ様大丈夫かななんて思ってたけど、ゴトゥーザ様大丈夫じゃなかったよでしょうね、うん、最初普通っぽくやってたら、はい、うん、あ、もう段階上げてくださいっていう、だんだんエンジンがこうね、負担のかかる方に行くわけだから、はい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 、うん、人の話を聞かないキャラになりましたよ、いい感じで。ええ、そうですね、はい、ええ、テストを重ねるたびになんかその、うん、あのインフレ度がすごいことになっていてですね、まあまあ完成したものを皆さん聞いてくださいはい、聞いてください。命がけなんで、そうですそうです、はい、でも私たちよりよっぽどなんだろう、アレクサンドラとか、アレクサンドラが一番喋ってる、一番喋ってる、うん、そんで多分一番体力使ったのはアンブレイカブルだと思う、だと思います、うん、はい、聞けばわかります、聞けばわかります、はい、本当に、はい、とにかく聞いてほしい、うん、もう一通とかいけちゃいますかね。じゃあいきます、はい、ギョ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 落ち着け落ち着け
ここ今の人間語で訳すと、うん、迷宮都市モンスター街在住の魚マン鈴木と申します。鈴木さんかな。某魚の有名人の人が性欲を抑えきれなくて部屋で暴れてるみたいな状況だったから恥ずかしい。ギョこれ全部言うのかな。杉田さん、後藤さん、ご質問です。はい。このお仕事を受けるにあたって苦労されたことはありますか。お便りの採用楽しみに待ってます。行かれてるメールが来たんでつい選んでしまいました。作品中の怪人みたいな手で送ってきてるわけ、ね、そうそう、ね、うん、はい、まあ、言ってることはまあ普通のこと聞いてるんで、ね、うんうん、いや別にそれは何も問題はないかな。いや問題ない。交渉の窓口が森川さんだったんで、うん、そうね、直に来たんだね、うん、電話の声すっごい怖いですね。本当。あ、じゃあ杉田、後で電話するからねって言って、パスカレーって帰ってくるんですよ。普段高い声で。ああ、そっか。プロロって森川です。そう、電話だといきなりちょっとトムクルーズっぽくなるんですね。僕は空からこう翼をこうやって広げて降りてくるあのキャラに見えたんで、テーデテーデってなるから、わって。はい、何でしょう。この間の件ですけどって言われて。お願い全部聞いちゃうよね。はい。何なんだろうな、有無を言わさない説得力みたいな声は。なるほど。私は普通にうちのデスクから連絡があって、はい、ただ後藤さん、これ若干このやばい言葉を話すシーンがあるかもしれません、ね、大丈夫でしょうか。隠語ね。そう、はい、不正事ね。あ、だってね、CD として出せる範囲の言葉だったら全然大丈夫ですよ。まあ規制音もかけられますし。そうそう、いや、でもそんなに問題はないかな。問題なかった。みなみちゃんは全然可愛い、むしろ正統派に近いと、ウェブ小説で人気出てクラウドファンディングで夢が叶うっていいことだなって、うん、いいことだなと思う、はい、これでなんかお金はないけれども才能があるみたいな人が埋もれずに済むって、うん、あ、まあそういうのあると思いますよ、うん、はい、はい、たくさん送ってくれてありがとうございました。そんなわけでいよいよ終わりの時間が迫ってまいりました。なんか関係ない話いっぱいした気がするんですけど、まあ、あっという間でしたね。あっという間でした。というわけで告知に参ります。ここからが大事です、はい、小説引きこもりヒーローが Amazon にて絶賛発売中です、はい、実本だけでなく電子書籍もあります。また私たちも出演しているドラマ CD 引きこもりヒーロー外伝アレクサンドラの怪人&ヒーローレポート12月発売が決定しました。同時に配信版もリリースされます。はい、たくさん売れるとこの番組が続くらしいです。はい、本当？じゃあこれみんなぜひ買って読んで、ね、読んで買っていいと思いますよ。はい、はい、皆さん、君たちの 800% パワーを期待している皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、記念すべき第1回ラジオ、杉田くんどうでしたか。いやもうなんだろうな、この溢れる2000年代初頭感は、うん、そうなの、はい、なんか現代風じゃないの、はい、なんかミレニアムって感じの。そうなんですよ、うん、実際ここのスタジオでその頃撮ってたなとかね、うんうん、はい、あの頃ってなった時に2005年6年ぐらいかな、うん、そうか、はい、それを考えると、うん、それこそ一緒のレギュラーの頃とかもうそれから前になるんですよ。そうか、はい、最近ドラゴンでしかすれ違ってないもんね。あ、うん、まあ、最新作ではそうなんです ね、かつてのレギュラー一緒だったやつって私が大概杉田くんに振られてるんだよね、はい、あ、うん、本当だ、続いちゃったやつだ、はい、そう、うん、なんか思うだけで振られてるっていう印象が強すぎて。本当だ、2作品続きましたね、うん、そうです。1個はだって好きすぎておかしくなっちゃう回だったんで。うん、おかしくなっちゃった。本気で怖かったですよあれ。だってだって途中まで絶対私を選ぶ流れだったじゃないって思ったの。まあ、どう考えてもそうですよね、うん、ああなんかね、うん、魔界だかなんかから2人ぐらいそう来てるけど、ここじゃなくて最初からそばにいる子に気持ちが傾いてるもんだと思ったんですよ。思った。そしたらなんか希代のごっつぁんゴーラーみたいな緑髪の先輩が出てきてそうチェイエドーン、いきなり出てきた。うわーゴールね。そりゃああなるよ。はい、うん、めっちゃ怖かったです。でも歴史に名を残しちゃったんでそれを受けてその次の作品になったから面白かったな。うん、面白かったね、うん、はい、うん、あれはもう悪い大人たちがすごいことを企んだからなんだよ後藤さんすごいことになりますよっていうふうに言われたもん。だからヒロインなのかなって思ってた。ある種ヒロインです、己はい、というわけで次回の引きこもりヒーローラジオは、お、次回もあるんですよ。あ、やったやった。12月に公開予定です。詳しくは公式ホームページでお知らせしますのでお楽しみに。はい、というわけで
杉田智和と後藤優子の引きこもりヒーローラジオ。パーソナリティは2000年代の亡霊杉田智和と同じく亡霊後藤優子でお送りしました。せーの、ありがとうございました。この番組は二月五輪再始動プロジェクトとクラファン支援者の皆様の提供でお送りしました。